おはようございます。今日は魔獣島に行こうと思っているんですが、一つ用事を思い出したので、そこに寄り道してから魔獣島に行こうと思っております。ハヤテの歌カモン。そこの風を操る子供よ。私は妖精界の女王、あなたが来るのを待っていました。でも今はまだあなたに会うことはできません。あなたが大切な人を守るために様々な困難を乗り越えてきたことを私は知っています。でもあなたが本当に守らなければならない人物がこの世界にはもう一人いるのです。その時は本当の私をお見せしましょう。ハヤテの歌カモン。わ、何これ。雲行きが怪しいとは思ってたけど、何この爆弾たち、タル爆弾たち。これ海賊船、危ない。サメもいるしさ、何この危険地帯。あ、また爆弾浮いてる。どうしたのここ、無法地帯。わ、魔獣島見えてきた、し、あ、晴れました。いや、晴れたというか夕方になってきたのか。サメもいなくなったかな。不穏な BGM は消えない。また飛んでくるか。というわけでね、ちょっと用事があるというのは思い過ごしというか、ちょっと早とちりだったかもしれません。あのようにまだちょっとお会いできないぞと言われてしまえばそれまでということで、あ、夜になった。自動的に夜になりましたね。でも夜は明けない。魔獣島に近づくともう夜は明けません。危ない。そしたらもう早からジュラシックパークですよ。意味がわからない。乗り上げてる。さあ、というわけで魔獣島付近着くことができました。簡単に入れると思ったら大間違いなんだな、これが、という感じなんでしょうか。あ、やっぱり封鎖されてます。爆弾が飛んでくるんだけど。サメは飛んでこない、と。ちょっと待ってくださいよ。こう爆弾で狙わなくてはならないんですよ。はい。何してんの。で、もうそろそろちょっと左下を見てもらえればわかるんですけれど、もうそろそろ朝になるはずなんですよ。朝になるはずなんですが、この魔獣島に近づくと朝になるのか。さっきの偶然、夕方になって夜になった。ああ、夜になった、朝になった。何それ、不思議な世界だな。あ、なんだ、この魔獣島に近づいたからといって別に強制的に夜になるということではないのか。あ、新発見だ。一晩開けるん早っ。ちょっとやっぱり夜になりました。さてと、待ってくださいよ。ここでいい具合の時にここら辺でもう当てておきたい。爆弾届きませんから、向こうの爆弾なんか届きません、届くかな、ちょっと待ってくださいよ。はい、一発当てりゃ入れるかなとかと思ったけど、ちょっと待って、一発当てたら普通入る。来ましたね。うわ、自ら破壊していくスタイル。待ってくださいよ。うわー、これ厳しいな、動けないな。はい、風の歌カモン。とりあえずこの向きがいいか、よし。さてと、爆弾食らわずして、しっかりもう乗り込んでいきたい。危ないよ、間近だよ。もうそんなの、もう激鬼畜けど。我々が侵入したことはすでにガノンに知られているだろう。まあ、それあれだけ大騒ぎしましたからね。だがお前にはマスターソードがある。その剣で魔物をなぎ払い、妹を無事に救出するのだ。恐れるでないぞ。はい、
というわけで魔獣島に着くことができました。まあ、入ったことはまあ先ほど赤獅子さんが言っていた通りもう知られているとは思いますが、こっちね確かほら、あ、いや、これまた見つかっても大丈夫なのか。ここら辺に行くとですね、確かあれ何もなかった。うわー、やっぱり。あ、しまった、セーブしない。あ、でもセーブはできるのか。セーブはできますよね。これはファントムガナン、時のオカリナと同じですよ。はい、つまりはそういうこと。跳ね返しましょう、攻撃を跳ね返しましょう。おお、いいじゃん。で、近づいて攻撃ある。あ、こういう感じで攻撃を跳ね返しまして攻撃するという感じ、すごく簡単。うっ、あれ消えた。この辺で一回立ち止まりまして、しっかり攻撃を見ましょう。で、跳ね返す、もう一丁、さらに踏み込む。うん、まだよし。で、すかさず近づいて、うんうんうん、2回目。さあ基本的にこれは3回でしょう。わー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 、普通に攻撃もしてくる。で、宙に浮いていると、あ、後ろを取ってくるな。はい、エル注目があんまり持続しないんですよ。来た来た、いるいるいる、近い。はい、はい、おお、3回目、とどめだ。ノーコンクリア。さあ、ファントムガノンを倒すと、悪魔だ。はい、倒して。無限に湧いてくるんですよね、この人たちって。はい。宝箱を開ける。生かしたデザイン。魔獣島に一番しっくりくるな、この生かしたデザインの宝箱。ごまだれー。ハンマーを手に入れた。やったぜ、ハンマー。このハンマーですね。まあ、怪力の持ち主ということで、ハンマーを装備しましょう、とりあえず。はい、爆弾の代わりにハンマーをセットしました。で、これをね、こうすると、潰れる。しかし、湧いて出てくる。これ相当厳しいんじゃない?これ、魔獣と。まず、とりあえず、向こうの扉が開いたのはいいんだけれども、やっぱり攻略の方法は変わらないんですよ、前回と。前回と変わりませんから。ただ、前回と一つやっぱり変わっているのは、これですよね。この光のこれに、このサーチライトに当てられても大丈夫なこと、それぐらい。あとは普通に前回と同じ通り魔獣島の手順を踏むといいますか。はい、うわ、あ、なるほどな。ロープとかも吊り下げられて、危ねえ。はい、あ、防いでくる。来い。危ない。さあ、宝箱がありますが、どうせダンジョンマップか宝の地図か。で、ここはですね、あ、別にジャンプもできるのか。ジャンプできるんだったらジャンプしましょう。デクノ歯が使えるんですよ。はい、で、飛ぶ。よし。で、このトゲトゲさんはハンマー、こういうこと。よし、ハンマーを駆使して進んでいきましょう。ハンマーで潰すものがトゲトゲさんが妨害してるんですよ。マップがないですが、もうそろそろちょっと中枢部に来たんじゃないでしょうか。早くね。あ、ここはもう完全にデクの歯ですね。デクの歯はこの X ぐらいに装備しておくのがいいか。よし、降りる。難なくクリア。さあ、これパート2の伏線が取れたでしょ。これ石像さん覚えてますかね。パート2、あ、ここら辺で石像さんが動くんですよとかって言ってた、その石像さんがこれです。近づくと気づきますから。鼻ヒクヒクしてる。しかし遅い。はい、というわけでここにやってきました。豚さんもいますし、豚さんがいるぐらいか。よし、大丈夫ですね、それぐらいだったら。豚さんは乗り越えていきましょう。気づかれたかな。ああ、一応気づいてんのか。素通りできたぜ。さあ、この階段も結構記憶に新しいな。駆け上って見つかる心配がありませんからね。めっちゃ早い。いや、しかし悪魔、黒い悪魔。はい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 、
ムシ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 でねんでねんでねんムシムシ、うわうわ落ちてくる、埃のように落ちてくる、挟まれてるな、うわ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 、なんというプレッシャー。はいはい、ドンで魔力も回復。よし、さあここはデクの歯でいけたかな。いや、まあここは張り付いておきましょうかね、届かないかもしれない。いけるかいけるか、リンク君、リンク君、よし、あ、なんか天然いってる、天然天然天然って言ってるよ、大丈夫大丈夫、はいはい、ニョキ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 、ニョキニョキニョキ、よし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 、でここも張り付いていけると、デンデンさん降りてきませんよね。わわわ、待って待って、うわー、まだデンデンいってる、デンデンいってる、湧いてくる、もう何体倒したと思ってんの。はい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 、こんぐらいに勘弁しといて、勘弁しといて、もう、うわー、張り付いて張り付いて、ここ張り付いて、もう早くも早くも早くも、デンデン、近い近い、もうめっちゃ怖いよ、届かん届かん、しかし向こうの攻撃も届かない、うわー、なんでやねん、あ、よし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 、久しぶりにここまでたどり着けたような気がするぞ。はい、で壺があります。でこっからすぐさま狙い撃ちになりますので、爆弾さんの狙い撃ち、ここで一つ策があります。こうして、はいはい、風の歌カモン、で風向きを一気にリンクさんが向いている方向に向けます。あ、逆方向だった、危ね、はい、これでデクの歯を使うんですよ。そうするとどうなるか、頼む、やったぜ、うう、策士、策に溺れることなく、デンデンさんがいます、デンデンさんが、デンデンさんがいる、2匹ぐらいどうにかなる、よし、わあ、降りてくる、霧がね、霧がね、よし、開きましたね、開きました、で、すぐさま入る、オッケー、クリア、はあ、兄ちゃん、大丈夫だったんだね、よかった。そんなんじゃ扉は開かないよ。私たちがあの化け物鳥を引きつけておかなきゃ、今頃はまた放り出されるところだったんだよ。その剣、それをどこで、もしかしてあんた、そんなことより、この娘たちは私たちがもらっていくよ。町に住んでいる父親たちからたんまり報酬が出るんでね。感動的なシーンを邪魔して悪いんだけど、あんたにはまだやらなきゃいけないことがあるんだろ。この子のことなら安心しな。私が無事に島まで送り届けてやるよ。いつもなら報酬をと言いたいところだけど、こいつはおごりにしといてやるよ。兄ちゃんはまだやることがあるのさ。すぐ戻ってくるから、それまでおとなしく待っていられるね。兄ちゃん。姉貴、急がねえとダメだ。もうすぐあの化け物鳥がここにやってくるゴンゾ。
ゴンゾ、いいところに来た。この子も連れて行くよ。だってこいつは。いいから言われた通りにしな。兄ちゃん。セナ、必ず戻ってくるんだよ。さあ、というわけでボス戦会長 G クロック戦なわけなんですが、ここではまだリンクさん戦えません。なんとしても戦えないわけなんですよ。今じゃここじゃ戦えないわけなんですよ。とにかく今は登り切るしかないと。何、壺から出てくるで、クエって言ってるでしょ。後ろでクエって言ってるでしょ。あのクエって言ってると、あの足場を壊してくるんですよ、この人たち。一回落ち着きましょうや。この人たちは足場を崩してくるんですよ。ほら崩れてる、早い。よし、でこういう感じでもう登りきれなければ、ほら敵さんを IT している場合ではありませんよ。もう暑いから落ち着かない、本当に。はい。さあ、というわけで頂上にやってきましたが、ジークロックさんが邪魔をする。その時にこのハンマーを使うわけですよ。いたー。これで倒したと思うでしょ。それが違うんですね。はいはい、さあ本番開始というわけで飛び回ります。自由に飛び回ります。 L 注目効くかな。あ、効かない。うわあ、で飛んできます。飛んできて、でトコトコ歩いて、ペンギンみたいにトコトコ歩いて、でついばむ、で避けて、そこでハンマーあれ余分でしたね。はい、で L 注目もうすぐに効かなくなる。しっかり目で見ておかなければ。はい、これはトントリル。でトコどこ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 、キュッて避けてハンマーで、また飛ぶ。で L 注目が効かなくなるの、この繰り返しだと思いますので。はっ、早い。危ない。おお、壁にぶつかることもあります。お茶目な鳥さん、こうやってしっかり飛んで、あのトコトコダンスが来なければ攻撃できませんので。お、これはトコトコダンスですね。トコトコ、トコ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 、キュッて避けてハンマーで、また飛ぶ。あれ、これハンマー一体いくら費やせばいいの、ハンマーで。あ、はい、トン、また降りてきた。はい、うん、トコ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 、あ、飛ぶのか。あ、飛ばされる。これ、ま、周り見てください。トゲですから。これ危ないですから。もうマジかよ。来たか。よし、さあトコトコダンス4回目のハンマー対気になるか。いやー、これは風だ。待ってくださいね。はい。あ、別に何もしなければそこまで風に飛ばされることはなかった。で、また飛ぶのか。くっそ、ハンマー。あ、ここはアンチなのか。なるほどね。おっと、あー、お茶目。ここはアンチですね。よし、飛ばされる時になったらこの向きで飛ばされてみましょう。さあ来い。いや、この勢いは危ない。ぐう、あー、お茶目。
来た来た、よーしよしよしよし、低空飛行来ましたね。はいはい、どこどこどこ、よし来た。でこれでよっしゃ破壊した。かわいい素顔、かわいい素顔で、ここら辺でうわ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 、あーハンマーで決めたかったな。また来るか、ハンマーハンマー、もう一丁ハンマー、いいね。また飛びました。でこっからなおちょっと戦いは苛烈になっていくんじゃないでしょうか。ん、降りてくるね、降りてきますね。これ風かな、はいはいはい、来た、いいっすね。うわー、倒すことができました。早かったジークロックさん。はい、というわけで会長ジークロックさんを倒すことができました。でこのトゲトゲさんがこうヌッとヌッとこっちに上がれるようになったんですよ。こっち初見でしょ。魔獣島にはまださらに奥地が、奥地が、うわっ、ここはまさか、うわ何これ、黒いの上、黒い、見てください、これはまずいでしょう、これ乗り込んじゃまずい、行っちゃう。小僧、久しぶりだな。我が砦に入り込み、よくぞここまでたどり着いた。その無謀な勇気だけは褒めてやろう。我が名はガノンドロフ。この魔獣島の主だ。時に小僧、お前がその剣を台座から引き抜いた時、それまで動かなかった魔物たちが一斉に動き始めなかったが、しまきゃまにゃみにゃみにゃみにゃ、お前にはそれが何を意味するかわかるか。その剣は魔を撃退する大魔の剣であると同時に、我が魔族を封じていた忌々しい封印そのものなのだよ。お前はその封印を解いてしまった。そんな大魔の輝きを持たぬ剣では我は倒せぬ。メイドに行ってこの剣を作り出した者たちに伝えるがよい。切り札はもうないとな。セナ、早く。そんなテトラ兄貴をやめて。この薄汚い小ネズミが。我が力のトライフォースが共鳴しておるわ。とうとう見つけたぞゼルダ姫。どういうこと。そうでしょ、な、何、ゼルダって一体何のことだ。とぼけても無駄だ。お前がゼルダでなければなぜこのトライフォースを。
大丈夫だ、セナ。この子は気を失っているだけだよ。妹さんは海賊と一緒に魔獣島から無事に逃げ出したみたいだから安心して。バル様、危ないところを大変感謝しております。それは承知しております。ですが今はまずこの者たちをガノンから遠ざけることが先決かと。セナ、詳しい話は後だ。再び海の下の世界に向かうぞ。